フィラー・グレーシーは、ブラジルの男性柔術家、元総合格闘家、リオデジャネイロ州出身、グレーシー・ウマイタ所属、ブラジリアン柔術7段、エリオ・グレーシーの逸尾、兄に、ヒクソン・グレーシー、弟に、ホイス・グレーシーがいる、アブダビ・コンバット3連覇、世界柔術選手権4連覇を達成するなど、グレーシー一族の中でも秀でた柔術テクニックを持つ、 1995年、柔術大会で、マーカス・アウレリオに敗れた。1998年3月15日、プライド初参戦となった、プライド2で、佐野直樹と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。1999年11月21日、プライド8で、桜葉和志と対戦し、チキンウィングアームロックで、見込み一本負け。 ホイラー側のセコンドはタップしていないことを指摘して抗議を行ったが最低は覆らなかった。試合の翌日、ホイラーは普段から特殊なトレーニングを積んでおり、私の腕関節はあの状態でも極まらないと主張したが主催者側からはアダ球あるいはそれに近い状態にあったことは明らかで、試合続行は不可能として訴えは退けられ、 桜場からは、仮に、あそこまで腕が曲がるとしても、あの状態からどうやって脱出するんですかと反論を、受けた。2001年1月8日、ディープ2001旗揚げ戦で、村、浜武博と対戦し、時間切れドローとなった。2004年5月22日、K1 ロマネックスで、須藤元気と対戦。タックルを潰されたところに膝蹴りを顔面に受けダウンし、 パウンドで追撃され小負け。2005年7月6日、初参戦となったヒーローズのミドル級、世界最強王者決定トーナメント1回戦で、吉田浩二に判定勝ちするも、9月7日の準々決勝で、山本キッドのリフミに、右フックで小負け。2006年12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトで所秀夫と対戦し、判定負けを喫した。 2011年9月14日、引退試合となったアマゾンフォレストコンバット1で上田まさかつと引退試合を行い、判定負け。2015年9月23日、アメリカ合衆国の市民権を獲得した。ありがとうございます。